はい、こんばんは。今日は3月17日、月1回の東京新聞デモクラ TV エクストラの日です。いつものように富田さんと、私とで進行してまいりますが、富田さん、昨日の地震は大変でしたね。はい、あ、地震ですよね。あの、僕はあの個人的な話なんですけど、マンションの1階なんで、でまあ、超高級マンションなんで、ほとんど体感的にはよくわからなかったそうですか。私の実感でして、あんまりこう、この話は普遍化できないんです、まあ、皆様は、まあ、大変だったのかなと。いや、変、あの、私はそんなの超高級でもないで、あの普通のところに一軒家住んでますけど、はい、大変でしたか。要は結構揺れましたよ。そうですか。でこう最初にこうザザーってささなみみたいなのが来て、ねえ、で、あの、やっぱり11年前をね、思い起こしたんですよ。あの日ですね。あ、この地震は遠くから来てるぞっていう感覚。なんか地震の専門家多いですよね、日本人ってね。あ、そうですか。もう揺れた瞬間もう質が分かるっていうねあ、私これはでかいぞってそういう人結構いるじゃないですか。いや、だってこれだけあの数、あの、要するにこの間ですと本当に 5,6 回ありましたよね、この1年ぐらいに、うん、あの、ね、東北沖の大きな地震が、うん、いや、あの、だんだんね、すいません、地震評論家になって、地震評論家になって、でも当たってましたよ。そうっていうところなんですが、地震に驚いてられないというか、今、ね、ね、ウクライナの問題が非常に大きいので、今日はそうですね、はい、今日はですね、時は元、モスクワ支局長に来ていただきました、はい、今大変忙しい中ですね、うん、無理やり引っ張ってまいりましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それは、ロシアに全部都会の時プーチン政権だったっていう、非常に幸運な時代にそこに至ってくるんですよね。不幸な時代ですね。どれぐらい長い間、7年ぐらいいらっしゃったんですか、いたんですか。はい、あの、両方合わせて大体、はい、最初プーチン政権第2期の2005年から2008年でいわゆるジョージア戦争、その頃はグルジア戦争って言いました。今のウクライナ侵攻の、まあ、今考えてるプレリュードみたいなですね序曲みたいなですね。まあ、あのクリミア紛争の、まあ、正確に言うとプレリュードだったですね。なるほど。これを見て、はい、で戻りました。それから、その次は今申しました2014年のクリミア、はい、クリミア併合ですね。クリミア、それから東部の紛争がやってる真っ最中の、2014年の8月から赴任しまして、はい、で2年間で私もともと外交部にですね、外交部に赴任したのをちょうどプーチンが世に出る1999年の頃からでして、だから私の外交部記者生活ってほとんどプーチンというですね、プーチンと共に生きると、プーチンでも非常に残念なんですね。なるほど。で、本音でやっぱり結構プーチン好きなんですか。いや、私は、はい、どうやっかね、やっぱり日本のロシア研究者、それからロシア報道関係者、ロシア関係者、意外とプーチン好きな人多いんですよね。プーチンはやっぱ強い力でロシアをもう一回ですね、世界の強国にして、安定した経済も作ったということで、まあ、評価している人多いですけど、私はね、逆でして、もうどっか最初から最後までプーチンがエリツィン大統領から任命されて、この FSB、 要するにKGB の後継機関ね、秘密警察のトップになり、でその後 KGB とは言わないんです、ね、あれは昔の、あれは昔です、私は読んでたスパイ小説、一応解体しました今は一応基本的には3つぐらいに分かれて、なるほど、対外諜報と対内ということで、ま、FSB というのが、うん、まあ、まあ主要な組織ですね。なるほど。でそこの長官にまあ、なりまして、でその後首相にですね、任命されたんですよ。でこれがこのエリツィン、非常にこう病弱だったエリツィンのそのこの後継者選びというのが非常に大きなテーマでして、で最後の最後にこう選んだのがプーチンだということで、この人を後継にするということでテレビで紹介したんです。なんか私がパッと見たところからしても非常にこう、いかにもこう KGB のこう中級の工作員みたいな感じですね。なるほど。高級な人はもっとね、堂々としてるんですよ。
ショーン KGB スパイ面ですよね。スパイ、うん、工作員ですね、うん、で今よりもさらにね、なんかこうなんていうんですかね、ちょっと弱々しいようなね、うん、ちょっと陰気な感じがあり、で、あ、ちょっとこの人はあのその99年って言ったらまだまだね、そのエリツィン政権ですから、まだまだその自由にものが言えて西側の世界に一員になろうとしたロシアですから、うん、そういう点から見てると、あれちょっと経路が違うのがなったなっていうことで、なるほど、ええ、あの不安感があったんですよ。あの時ってなんとなく覚えてるんですけど、あの対抗馬っていうか、はい、プーチン以外にそのエリツィンの後を継ぐ人間っていうのは出てきてなかったんですか。あのですね、もうコロ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 ね、選びましてね、うん、今もあの大統領府の幹部をやってるキリエンコ、うん、キリエンコさん、キリエンコさんっていうのがあの経済危機の時に首相に選ばれたんですけどね、 で、うん、でも彼は本命ではなく、その後あのステパーシンとかね、いろいろで選ばれたんですよ、うん、でその都度これが本命あれが本命なんていろいろ話題が出たんですけども、デフォルトの頃ですね、デフォルトの頃です、デフォルトの頃、はいはい、その頃とにかくね、ただその頃のエリツィン政権っていうのも結構腐敗してて、うん、で大きなマテベックス事件っていうんですけども、腐敗事件に絡んでかなりエリツィンがもしかすると訴追されるかもしれないというですね、うんうん、状況になってて、それを阻止するためのいわばこの切り札としてね、うん、選ばれたんです。そうか、これを選んだのはあ今、まあ、結構話題 の、 用語のオリガルヒってありますね、はい、でそこの総元締めのベレゾフスキーさんっていうのが、いました。ベレゾフスキーが、これは一番ですね、プーチンは忠実な、まあ、要するに番犬みたいなもんですね、なるほど、裏切らない忠実で、結構頭も切れると、うん、いうことで、まあ、これだということで、うん、で本人も、うん、にも説得して、まあ、最初ちょっと本人は断ったようなふりしたんですけどもね、うん、ね、なりまして、エリツィンと、そのエリツィンを通してオリガルヒは自分たちも守ってくれると。そうです、そうです、そういうことですよね。そのつもりだったんですけど、うん、あっという間に切られちゃったというわけです、うんうん、あ、そうですね、すごいやつですね。すごいです。エリツィン時代のオリガルヒってみんな追っ払いられますよね。全部追っ払いました。オリガルヒは重要な人物、うん、入れ替わってるんですか。だから今オリガルヒって言うんですけども、うん、オリガルヒっていうのは下等生とか、まあ、かなりこう政治に関与してるかのようなイメージはありますが、そうではなくて、うん、もうその非常に有名なオリガルヒで、ホドロコフスキーってことですよね。そのユーコスというロシア最大の石油会社のトップの、うん、オリガルヒのこのホドロコフスキーさんが、ややこう政治にですね、色気を出してきて、うん、プーチンの体制に対して結構不安感を持ってきたもんですから、いろんな政党にね、このリベラルの政党とか共産党にまでお金を出してね、でそういうふうにしようとしたら、これ危機感を感じて、お取り潰しっていうことでですね潰されたんですか。潰されたんですよ。でそのと、それを契機にもう、うん、一切政治とは切り離し、政治には関わらないと、うん、関わらないんであればあなた方の富は守りますよという、うん、なるほど、いうことで全く性格変わったんですよ。だからそこがね、ちょっとね、オリガルヒっていうと、うん、非常にこう、うん、重大な存在であるかのようにちょっと誤解されてる面がありますね。なるほど。オリガルヒってどういう意味なんですか。はい、オリガルヒというのは要するにオリガーキーって、要するに英語で言いますね、下等制ですね。下等、要するに、はい、要するに少数の人々だけで物事を決めちゃうっていう、そういうだから、そのごく少数の資本家がロシアの富を全部独占して政治にも口出しをしたという。だからエリツィン時代は確かに、このエリツィン時代の後半はオリガルヒがエリツィンの家族と癒着しまして、でそこで政治を牛耳っていたんです。確かに。でエリツィンの指導力がどんどん低下していきましてね、
そういう、まあ、ある意味でいびつな、まあ、政治が、あったわけですね、うん、だからそこのところそこのベースにしてプーチンのような人間あの KGB をバックにする人々がそこで再台頭するという、うん、そういう背景があるんです。なるほど。内田さんはプーチンは好きですか？好きって言える空気がないですよね。しすぎちゃってもう、本当に。いや、評価してますか？いやいや、だってどういうんですか、今やってることに関してはね、まあ、除いて、その直前まで直前までって、まあ、あそこまで頭おかしいとは思わなかったですけども頭おかしいっていうか、まあ、何をやりたくてこういう、まあ、ウクライナの侵攻みたいなね、何を目的としてやったかってゆっくりお聞きしたいと思いますけど、だから何したってやり方がこれではね、たとえその目的が達成されてもおそらくロシアって100年は許してもらえない国になるんじゃないかと。そうですよね、思いますよ。まあ、私は一応経済部にいたことがありまして、うん、一番経済部的なニュースって、うん、デフォルト、要するに国債の償還の期限が来てるっていう話ですよね、はい、一番笑っちゃったのはルーブルで返すって言ってるじゃないですか、うん、しかも公定レートで返すって言ってるんですよ。ルーブルで返してもらうんだったら東京新聞の社食の食券で返してもらった方がいいですよね。絶対マジで。どういう比喩かよくわからないです。どういう。だ絶対だって絶対食い物は食えますからね。うん、なるほど。まあ、紙くずもいいとこで。そうですよね。で、それから僕ロシアがデフォルトってちょっとあんまりよくわかんなくて、もともとデフォルトしてるんじゃないかっていうか、もう国のなんていうか西側の基準から見れば、うん、まあおそらくそもそも日本の銀行がね、国際協力銀行も含めて1兆円貸し込んでたってのも驚きですけれども、うん、ような体制の国によく、うん、西側の銀行とか貸し込んでたなというふうには思ったんですけれども、うん、で、まあ、スイフト除外したじゃないですか、うんうんうん、で、それから原油もアメリカが買わないと、うん、聞いてるんですか、あれ、そもそもああいうことが。これはもちろん聞いてますね。さすがにプーチン大統領も間違いなくここまでのこのかつてないような制裁を食らうようなシナリオは本人的には考えてなかったんですね。いろいろな状況、いろんな情報がここで明らかになってますけれども、うん、もっと簡単にですね、非常に浅はかかもしれないんですけども、だいたい3日間ぐらいで蹴りつけようと思ってたんですよ。3日間で蹴りを、あっという間にですね、その例えばその想定されるのがイラク戦争でアメリカ軍が行った鮮やかな恐怖とギフというですね、精密誘導兵器やさまざまなその爆弾でもってですね、一気にそのもう首都の機能を完全に麻痺制圧っていうですね、まあ、そういうような川山陽はあったらしいですが、うんうん、実際蓋を開けてみたら、うん、米軍の専門家がびっくりするようなお粗末なずさんな、具体的にどこら辺がお粗末ずさんな攻撃計画だから、もう本当であればもっと電子サイバー戦とかですね、そういうものをもっと組み合わせて、例えばね、そのウクライナ軍の指揮系統全部こう麻痺させるとかですね、それは得意なはずなんですよ。それからもう制空権ももう真っ先にそれは破壊すべきところが、そのウクライナ軍がこのデコイですよね、その、うん、要するにカモフラージュで置いてあったようなところをこのレーダー施設だと思ってバン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 間違えて撃ってしまう、撃ってしまうとかですね、非常にそういう点でいうとあれちょっとおかしいな、要するに、うん、ロシア軍ってもっと近代化されたね、その軍隊であったはずなのにな、うんうん、というぐらいの意外なまでのずさんな作戦、弱いですね、作戦って言えない、弱いですよ、端的に言うと弱いって言われてますよ、だから、なんで、あれですかね、極超音速のミサイルの開発とか、まあ、むしろ一生懸命やってますよね、そういうところに金がいっちゃってて、例えばこういう、まあ、侵攻する陸軍とか、まあ、一緒に動く空軍とか、うんうんうん、そういうところのやっぱ近代化が遅れてるとか、そういうことってありえますかね。
それは大いにあり得ると思いますね。やっぱり、まあ、予算の問題もありますし、あの予算でやっぱりその戦略的な兵器にやっぱ力を入れて米軍、NATO と対峙しつつ、一応通常戦力も維持し、それからいわゆるこのハイブリッド戦争ですよね、ハイブリッド戦争の方も、まあ、やるということになりますと、やっぱり通常の国家間戦争の、まあ、戦争準備がね、やっぱりかなり不足していたんじゃないかっていうね、そういう見方は多いですね。でしかもクリミアの成功体験があんまりにも強いんで、もうウクライナなんてもう簡単にちょろいもんだと、あっという間だろうと、あっという間だろうと、もうそこがですね、だからそのただしその軍人の発想からしたらば、それはもう何らかのエビデンスがね、やっぱりあった上でしっかり計算して作戦立てますが、どうもプーチンがね、どうもウクライナなんて本当にもうちょろいもの国ですらないんだから、上さえトップさえ叩けば、あっという間に降参すると、そういうぐらいのこの巨大な誤算がね、もうあった可能性もかなり高いんじゃないかと言われてますね、やっぱりね。なるほど。これ戦費なんですけど、どれぐらい持つんですか。いやそれはね、なかなかまだ、ただ意外とまだまだ持っちゃうんじゃないかっていう見方ね。まさか中国がお金貸したりしてないですよね。まあそれはですね、非常に危惧されるところですよね。それは危惧されるところで、どういう形でこう、まあ、ロシア側がまあ要請するし、要請してる可能性は大いにありますがね。なんかもう開戦の初日ぐらいですか、なんか中国に対して、お願いをしていて、お金貸してくれということですか。ね、いや兵器とお金なんだけど、中国は兵器は出せないけど、お金はいいよっていう話になって、でただその兵器のね、どういう兵器を要求したかってやつのトップに来てるのが地対空ミサイルなんですよ。地対空ミサイルがないわけですか、彼らは。だからそれをどういう意味かよくわかんないんだけど、要するに結局制空権、取れてないということですよね。そうですね、さっきね、取れてないっていうことですよね。取れてないですね、まだウクライナ空軍がまあ生きておりまして、もうかなりの、まあ、ウクライナ国防省の発表とはいえね、まあ、かなり証拠含めてかなりのロシア軍の、まあ、まあ、ミグですとかそういう戦闘機が撃墜されてますね。ヘリなんかもそういう YouTube 上でそれがきれいに撃墜されている場面なんかも見られる、出てますか、見られるんですよ。だからまあウクライナ国防省の言ってることもあながちデタラメではないし、ウクライナ側はしかし NATO 加盟とか EU 加盟を真剣にこう申請してますからね。あんまりフェイク情報なんか出したら相手にされないんで、やはりある程度やっぱりかなりの部分は当たってるんじゃないか。それはアメリカの専門家ももうその可能性はあるし、それから FSB ですね、そのFSB、 FSB のこのある程度の工作員が書いたと見られるその文書出ましたね。で、はい、あそこにもね、そういうこと書いてありますよ。やっぱ1万人かもしれないっていうこと書いてある。そうですね。一応ウクライナの方はロシア兵は1万3000人っていうふうに言ってますけど、なんか人によっては2万人とかね。1万3000って多分あんまりね誇張した数字じゃないんじゃないかと。ないんじゃない、リアルっぽいですよ。リアルっぽいですよ。だから私なんかもよく見てるんですけど、テレグラムとかテレグラムにその非常に詳しい投稿したロシア兵や死亡、かなりこうグロテスクですけども、はい、死亡したもう黒焦げになったロシア兵のおびただしい遺体とかでも山ほどあるんです。でパスポートも山ほど、こう写真がわーっと証拠ですよね、証拠出てまして、これはかなり信憑性高い。でその後のロシア側の対応から見ても、ロシア側がこれは言ってるような数字だったらこんなような対応を取りませんよね、やっぱり。これもしかすると、まあ、ベトナム戦争とかアフガンでもないですけど、はいはい、ウクライナは勝つかもしれないですよね。
あ、撃退ってことですね。だから私もあの、うん、心の中で本当に祈ってますけども、うん、これは勝つかもしれない、ね、うん、そこがね、だから問題は、うん、ただまあ本当にそういうふうな気球存亡のこの状態になった場合に、うん、プーチンは要するに何をするかわからないと、そこなんです、いうことなんです。例えば化学、 まず第一なんですよ、化学兵器ですね。もう運び込んでるって情報あるんですよ、キエフ、キエフ近郊、キエフ近郊、はい、うん、キエフ近郊に、だから戦局を一気に逆転させるための、だからプーチンとしては負けるという選択肢は自分と本当 の、うん、もう破滅にね、もう直結しますから、うん、なかなかその選択肢取れないだろうということになると、うん、もうどんどんヒートアップしていって、うん、もう民間人がおびただしくなくなってしまう、うん、それはもうチェチェンでもやったし、うん、で直近でいうとシリアでやってるんですよね、うん、シリアで、うん、はい、ですからそういう恐れが、まあ、逆に言うとこう、もうなんかすでにね、クラスター爆弾も使ってますし、白リン弾も使ってるし、気化爆弾も使ってるし、戦争犯罪人という意味ではもう十分ですよね、うん、いやそうですよね、もう十分です、十分ですね、十分ですよ、十分だと思います。なんかロシア、我々どうしても日本人は戦後の日本人の自分たちの常識で考えるじゃないですか、うん、まあ、世界の情勢や自分の国のね経済力とかステータスというのは正確に見ればウクライナってなかなか大きい国でそこを飲み込むっていうのはなかなかできないけれども、それを実際やってしまっているっていうのはちょっと我々の常識では考えられないんですけども、本当にロシア人でも僕はロシアにね2度しか行ったことないんですけども、ちょっと行っただけでもやっぱこの国と随分違うなと思いますよね。例の壁が落ちた直後に、うん、私ロシアに行ったことあるんですけども、うん、これ救急車が、はい、タクシーになってました。そうです、私乗りましたよ。そうです、モスクワで、はい、どういうことですか。私の同僚が、彼とは違う同僚なんですけども、ちょっと良くない同僚かもしれません彼がではデモクラ TV でもお世話になってる、まあ、スポーツ、まあ、アイグマさんっていう、まあ、イニシャルで全然その人がなってないじゃないですかその人が突然救急車に手を挙げたんですよ、うん、そしたら何やってるんだと思ったら止まったんです、うん、お金払って、はい、バイトですか、うん、そういや僕はちょっとよく分からんかったんですけど、いやもう私も、はい、91、2年モスクワにおりまして、はい、乗り合い一番でかいやつだと乗り合いバスがね、はい、こうやって入ってあげると乗り合いバスがバーッと止まるんですよ、私一人のために、ああ、駅バス停ではないの、バス停じゃなくて道端で、はい、道端であれ白タク止まらないかなと立ってるとバーッと、巨大な、今度見ながらそういうとこありますけどねトロリーバスです、いやそれ違法でしょうそれ、そうです、だから下手をするとね、その時はね、パトカーまで止まったって言われてますよね。もうすごい時代です。あらゆるものがもう価値観の崩壊、価値観したようなね。大体は私は話が大げさなんで誰も信じてもらえないんですけど、あの時本当に私モスクワで熊見たんですよこれ本当の話なんですよ、夢じゃなくて。熊もバイトやってたんです。アイグマさんって記者が、いや俺はこの熊知ってんだとか言って要するに芸をやる熊なんですよね、ヒグマで。俺がなんか歩いてたんですよ。わあ、この国はすごい国だなと思いましたね。我々のね常識じゃやっぱり通じないですよね。いや全く通じませんね、うん、何もかも何もかも通じない、はい、とにかくね我々の感覚と特に違うと思うのは、最近でもね、要するに5月 の軍事パレード、戦勝記念パレードってやりますね。あの巨大な赤の広場のバーッと、はい、巨大な大陸間弾道弾などがですね、バーッと赤の広場に向かうんです。その目抜き通りをこうリハーサルでね、その前の日夜とかこうバーッとこう通るんですよ。そうするとみんなうらーっと言ってですね、うん、おーもう歓喜の声を上げて、でスマホでこうバシバシ撮ってね、うん、やったーっていう感じですよ。要するに軍事、いわゆるこう軍事的愛国主義っていうんですかね、これがもうかなり浸透してますよね。
普通の市民に、ね、なんかやっぱ巨大な北朝鮮って感じがこう、ええ、だから今回そうなっちゃいましたね、とにかく今回も完璧にそういう点で言うと、もう巨大なならず者国家っていう、ならずあのいわゆるローグステートですか。そうですね、ウクライナ完全にテロ指定のね、もう要請してますね。あ、そうですよね、だそのなんていうんですか、デフォルトになるかもしれなる可能性も高いし、まあもうそれこそ経済的には破綻するだろう、まあその評判も含めてね、でそうであったとしても、そうなんです、あの世界で2番目に、あの使える核兵器を持っている、あの国じゃないですか。そこがステータスなんですかね、やっぱり。どうですかね、全くそうです、それで威張ってると。その通り、とにかくあれですよね、あの猿の惑星に出てきた、あの猿の国みたいですよね。あの要するに、あの核兵器をご神体として崇めてるんですよ。チャルトヘストンかなんかが、あれだ、あの若い方は分かんないかもしれないですけど、あのこれはやばいぞっていうシーンを僕よく覚えてるんです。数少なく残ったそのミュータントみたいになった地底人ですよね。そうですよ、がもう、そうなんですよ、マムイ神が核兵器なんですよ。 IC、 これ神、です、神様なんです。神様なんです、神様。 ICBM っていうか核兵器がね、核兵器がで最後ね、チャルトヘストンがこんなだったらもう滅びてしまえと言って、本当に本当に撃っちゃうね。それちょっと近いですよね。それぐらいそのロシア人っていうのは実態的にはね、世界ではっきり言ってやや揶揄されてるっていうか、あのそれほどリスペクト受けてないですよね、ロシア人って、だけど自分たちは偉大だと思ってると。もちろんそうです。あのよく私が理解できないのは、ロシア人ってあの宇宙に行ったりするじゃないですか、ロケット自分自前で開発して、はい、あと、まあ、私はあのクラシック音楽のマニアなんで、まあ、チャイコフスキーとか、ね、ラフマニノとか、ピアニストホロピッツとかね、すごい人がいるじゃないですか。みんなウクライナの人でしょ。あ、そう、まあ、アメリカ3人ともウクライナ人ですよ。実はそうですよね。ホロピッツとウクライナ、まあ、ごめんなさい、ネタバレさんと今、ごめんなさい、落ちがなくなりましたけれどもいずれにしてもですねいずれにしてもいずれにしても、まあ、ドブトエフスキーとか、まあ、あれみんなウクライナ人なんですか、偉大な人。そうね、いや、結構でも今のお話っていうのはかなり肝っていうかね、ロシア人にとって重要な部分をお話ししてて、ロシア帝国、要するにロシア帝国っていうのは、その当時だからポーランドもだからウクライナなんていうのも完璧にそのロシアの、まあそういうこと今プーチンが言ってるようにロシアの一部、あの小ロシアになってて、でウクライナ人のこの都市部のウクライナ人の意識もかなりそれにロシアに同化、ロシア化が進んでたんですよね。なるほど。だからロシアで一番有名な作家の一人 の、 あのニコライ・ゴーゴリって言いますね、まあ、皆さんにも親しまれてる街頭とかね、非常に僕大好きですから、彼も生粋のウクライナ人なんですけども、生粋のウクライナ人だけども自分はロシア作家だと、一応言ってるんですか。ロシア的、いや彼はむしろどっちかというとロシア帝国主義者的なですね。あ、なるほど。じゃあプーチン風な メンタリティーの、ね、持ち主で、でウクライナに対して愛着を持ちながらも、ウクライナメンタリティを持ちながらも、国家としてはやっぱり帝国的っていうですね、非常に複雑なんですよね、その辺が。で、ソ連になったばなったらなったで、ソ連はソ連で、ソ連という大きな括りがあって、でそこでウクライナソビエト社会主義共和国連邦という一応国連加盟国形の上ではね、なんですよ。でロシアと対等、一応ロシア共和国っていうのがあって、だから非常に複雑ですよね。だからソ連単体が大ロシアなんだけど、形式上はロシア連邦っていうのは別途あるという、だからそこはね、なかなかね、ちょっと分かりにくい、分かりにくいですよね、切っても切れない。だからそこはそう、だから日本人分かりにくいんです。だから非常に、そこなぜだからそこまでしてウクライナにプーチンが執着するかと、そこですよ、いうのもね、やっぱその辺のこう日本人に分からないオーバーラップっていうものがね、意味っていうのがあるんです。テレビの県民ショーじゃないですけども、どれぐらいの違いがあるんですか。例えば東京と名古屋ぐらいしか違う、例えば言葉とか習慣とか、東京と名古屋、まあうちの社は名古屋の
人間多いですけども、まあ、違うっちゃ違いますけど、まあ、別にそれほど違うわけでもないと、まあ、言葉とかね、うん、例えば東京で九州ぐらい違うとか、うん、もっと違う日本と韓国ぐらい違うのか、うん、そこらの距離感ってどれぐらいなんですか。なかなか重要な質問で、あの面白い質問なんですけれどもね、なかなかどういったように言語的に言うと、まあちょうどポーランド語とロシア語の合いの子みたいな感じですね。で、ある程度私もねロシア語やっていて、ある程度分かる部分と全く分からない部分があるんですよ。また単語の場合でも、基本的な、国家なんていうのも全く全然違う、単語ですしね、例えばね言うとね。だからその辺が、うん、そのじゃあウクライナ人って一体何なんだっていう話になりますけどね、うん、だからかなりこうロシア化している部分とロシア化してない部分っていうのがこう混然一体となってるんですよ。だからでそれでなんて言うんでしょうね、だからそれの切り分け方っていうのが難しいし、ただそのヨーロッパの場合はだからその純粋な単一民族だけで国家作ってるってわけでもなかなかないんですよね。いろんなね、まあ、うん、まあハンガリーもそうですけども、だからそこら辺でそのこうある意味ではこう政権の方が主導してその国のアイデンティティ、国民のナショナリズムっていうのかな、うん、でそれをこう形作っていくわけですけど、うん、それがやっぱりこのちょうどね民主化と同時並行的に大体行われてきましたね。やっぱり ロシアと違う、やっぱり新しいアイデンティティは民主的なヨーロッパの価値観なんだというところで、だそういう点でのこう、まあ、ある意味の物語みたいなものもね、うん、まあ、作っていくんですけど、それを、こう皮肉にもこう後押ししてるのがプーチン大統領ですね。やっぱりクリミア併合っていうものがあり、ここでロシアとはやっぱり一緒やっていけないと、うん、ロシアっていうのはやっぱり自分たちにとってはこの敵国だというね、うん、意識でやっぱりウクライナとしてまとまらなければということで、だからウクライナ語をしゃべる、ロシア語をしゃべるっていうのもあんまり関係なくなってるんですよ、うん、だから東部のいわゆる東部の方の、うん、ロシア語を話している人間もアイデンティティはまるまるウクライナというところで、うんうんうん、ずっとこう8年間やり、うん、で、うん、今回の戦争でも完全に決定的というかもう完全にロシアとはもう、うん、ロシアはもう自分たちにとっての敵だということになってしまう。今だからロシア軍が攻撃してる先にいるのがロシア語の話者だったりするわけですよね。まさにその通りで、これが一番私も、いや、はっきり言ってもう驚愕でしたね。ハリコフって私たまたまですけどね、はい、ハリコフって東部の町ですよね、第二のハリコフに私ね、コロナ禍のちょっと前に個人的に行ってるんですよ。私旅行というか、誰か親しい人がいるんですか。いや、そういうわけじゃないですけども、そういうわけじゃない、あんまり行く機会がなかったもんですから、まあ、そのこの前回赴任している時はなかなか東部も紛争したりだということでなかなか出張できなかったもんですからね、その辺も行ってよく分かったんですよ。行って全く、ほとんどロシア語喋ってますよ。あ、ロシア語ですか。ロシア語喋ってます。でも彼らももう今回は敵だと思っちゃったんですよね、ロシア。今回も敵だし、うん、やはりその2014年の段階からもうハリコフでもこの人民共和国みたいな形でね、その工作員が来て、一時中心部、今回爆撃を受けたところのすぐ目の前にある、こう州庁舎を一瞬こう占拠するようなこともあった。あれは全然民意とは関係ないんですか。民意と関係ないです。工作員がやったんですね。工作員がやってますよ、あれは。工作員がやったんですけど、それに対して一切庶民レベルでサインもなくね、賛同もなく、あっという間にこう下ろされて、ということでです。今もまだハリコフは頑張ってるんですよね。頑張ってますね、まだロシア軍も落ちてない。いや、とにかく私が行った一番中心部の広場に打ち込まれたっていうのを見てまた驚愕でしたね。あれはロシア、あるいはロシアの保守派プーチンから見ても、いわゆるロシア世界、広い意味の、
ロシア世界の一つで、しっかりこれは保護しなければ本来は、そこにも打ち込んじゃってる、そこに打ち込んじゃってるわけです。あ、キエフだってまさにそうですよね。キエフもそうですよ。まさに ロシアの発祥地みたいなところですよね。いや、そうですよ。俺はもう日本のふるさとみたいなと、あれですか、僕、まあ、無理やり日本に当てはめると、はい、まあ、発祥地だったら我々で言うと奈良とか、京都とか、京都とかっていう感じだ、まあ、そういうことになりますね。そこがたまたま別の国になってしまって、いや、ちょっと戻れよと、だけれどももう奈良県と京都府は、いや、日本は嫌だと言ってるから、まあ安倍さんみたいなのが出てきて突然やってしまうというイメージですかね。ちょっと話が分かんない、まあ、強引にやると、いや、どうしても理解できないことが多くてですね。だってそのプーチンはロシア軍が行ったらみんな両国の旗を振って歓迎してくれるとかなんとかって思ってたって言うんですけど、そんなことあるわけないでしょって、あるわけない、本当に思ってたんです。あるわけないのに、どういう彼はどういう情報経路かどうかわからないですが、あれは本当にそういうふうに思ってた節は大いにあるようですよ。大いにあって、でそこで今言われているのが、どうもその、まあ、秘密の文書からも証言からも明らかなんですけれども、それから一部のその FSB にね、 KGB におそらく世界で一番詳しいソロダートフっていうそのジャーナリストがいるんですけどね、夫婦でやってる、彼がキャッチした情報だと、だからその FSB の第5局というこの海外でいろいろ情報活動をやる人間が、ウクライナに関する情報を、誤った情報をプーチンにまさに流したということで、でそこのトップが今幽閉自宅軟禁中だというね、要するに責任転嫁みたいなことをやってる、まあ、それは典型的な、これは独裁体制の病理現象というかね、やっぱりこの客観的な情報を上にこう上げにくいような、上げたらば、まあ、スターリンもそうだったんですけど、これ何のこの情報はということですね、イラク戦争の時はそうじゃないですか、アメリカの、大量破壊兵器があるっていう、大量破壊兵器はないっていう情報は上げられないわけですよね、アメリカでもそうなんですけど、おそらくプーチンが持っている情報っていうのは非常に偏ってバランスの悪い情報しかないということですかね。まあそう思いますね。プーチン大統領はこういう我々が使っているようなスマホなんかもちろん使わないし、インターネットスマホ持ってないんですか、なんかパソコンみたいなものの前にいるじゃないですか。パソコンはだから会議をズームかどうかわかりませんが、会議をやるためなんですよ。その あれ自分で操作できないんですかね。自分の操作は別にこ う, そう、ね、ちょこっとやってね、ただいや、それはダメですよ、まあ、プーチンがスマホ持ったら今プーチンここにいるぞって感じ。そうです、その通り。それはそうだ、そうです、そうです。もう本当にこう猜疑心の塊というか、警戒心も世界で一番強い人物かもわからないので、パソコンのこうインターネットつないでこうってことはやらないで、全て FSB と、あと、まあ、諜報機関とから大統領 警護庁ですか、こういう国内のFSO というんですけどね、この3つの組織から上がってくる、こういうプリントで上がってくる情報をもとに、まあ、大体いろいろ考えてるらしい。いや、一度でもいいからなんかスマホ見てもらいたいですね。私はお貸ししてもいいぐらいでね。まだ 4G ですけどね、世界中でどう思われてるかって分かるじゃないですか、完全に。まあ、今分かってないですかね。だからやっぱりその損害が非常に大きくなってるっていうこととかね、当然分かっているわけでしょう、なんか言うこともいろいろ変わってきたように思いまして、あとちょっと考えたんですけど、これ一種の陰謀論に近い話なので、多分そうじゃないと思うんですけど、そのクリミアがあまりにも簡単に行き過ぎて、で、まあ、そういうプーチンの妄想なんかもあって、これ簡単に行けるというふうに入り込んだらそこはこの2014年からの8年間に米軍などに鍛えられた、いわば新生ウクライナ軍が待っててですね、昔とは全然違う挑みになってると、なんか逆に要するにプーチンが引きずり込まれたっていう感じ、要するにはめられたってことですか、要するに日本がやられたパターンですね、昔、その真珠湾とか、そうですよね、はめられたってことですよね、そうですよね、それはありえますか、ね、いや、それはね、さすがにね、今の状態見たらこれさすがに
こういう状態になるなんていうことは彼はね、まあ、そうで要するに彼としたらばやっぱりね、彼は2024年の大統領選がもう、はい、あともう2年後控えてますよね、うん、でそこで彼もいろんなことをやって、いろんなチェチェン以来、それから国内のテロ以来、まあ、いろいろな、まあ、はっきり言って、まあ、犯罪に問われ、戦争犯罪に問われたというようなことも多く、まあ、あり、そのやっぱり自分のサバイバルのためには、うん、2024年以降も、うん、まあ、半ば永久政権のような、ね、形で、うん、政権維持する必要も、まあ、あるということと、ここでやっぱりこうロシアの歴史に残すような事業を一発打ちたいと、うん、今そこそこと遠いレガシーですか、リンクしますけど、うん、レガシー、うん、でそこで最大の妄想のもう一番のピントがあったのが、標準があったのがやっぱりウクライナなんですよ。ウクライナで、うん、ウクライナの状況をなんとかやはり ロシアに戻したね、人物として歴史に名を残したいという、それをこのいろいろこうひそひそとかこう背中押すとかですね、うん、まあ、下人物も、まあ、ユーリ・コワルチュクというんですけどね、でこれ、これクレムリンの内情に非常に近い人をニュースソースに持ってるね、うん、ロシアの独立系の、まあ、ジャーナリストが、まあ、言ってますけどね、うん、プーチンと非常に個人的にも親しい、まあ、彼も非常にこう、表向きはまあ企業家です。ロシア銀行の、まあ、トップですし、ユーリ・コワルチュク氏という人がかなりこのプーチンがこの2年間コロナで、うん、まあ、事実上自己隔離みたいなね、自分で自分の隔離しているような状態であった数少ない、うん、親しい人物でね、うん、で彼の方は相当ですね、まあ、そういうようなその吹き込んだんですね、まあ、吹き込み、自分もそうだと、うん、あともう一人のやっぱキーパーソンであるパトルシェフというですね、まあ、言うと思いますけど、まあ、本当 KGB 時代からの、まあ、盟友というか、まあ、若干、まあ、年上ですけれどもね、まあ、本当、まあ、同志的な人物ですね。彼が安保会議の書記でいましてね、うん、非常に重要な戦略なんかも立ててるんですよ、うん、だこういう非常に革新的な、うん、まあ、反米、まあ、うん、反米主義者、いわゆるこうチェキストって言うんですけどね、まあ、彼ら、コワルチュクも KGB ですから、もともと、がこう非常にたきつけたというね、面はね。あ、なるほど、いわゆる反射用語でいう空気を入れるってやつですよね。空気を入れたやつがいたわけですね。空気を入れたやつがいて、でしかもこれ、どうも自分から考えてみると、合理的にうまくいきそうだと。勘違いしちゃったんですね。勘違いして、でそれをこの盟友であるショイグさんというのが国防省やってますね。国防省、はい、非常に盟友で、はい、非常にシベリアに一緒にしょっちゅう狩りに行ったりですね、非常に、に言うと、あ、その通りですと、俺はできます、もう軽くできますと、で、はい、それをね、じゃあということで、まあ、参謀総長にね、まあ、行って、うん、ちょっとこれ、まあ、こういうプランでこうやりなさいと、やれば、ですいや、それはちょっと難しいですねなんてこと言ったら、うん、スターリンと同様ね、やっぱり下手をするともう反逆罪に問われかねませんよね、となりますと、もうまず結論ありきで、それに沿った情報を、うんうん、を入れるしかないっていうことですよね。まあ、その可能性はね、私もいろいろとこの戦争を始め、私もまさかと思った口なので、やっぱり今回ロシアのこの生粋の軍事アナリストはこれはかなりやる可能性高いって言ってたんですね、軍事アナリスト。でところがロシア史とかね、ロシア政治とかロシア外交で相当深くやった人は、これはないだろうと、やっぱりその、寸止めのようなところでね、ギリギリのところでギリギリのところで駆け引きをしながらねっていうふうな、こうプーチン特有の非常にこう狡猾なこう戦略でもって、うん、で徐々にウクライナの力も削いでいくことも可能ですし、国際的に中国だけじゃないぞということで、米中ロというところで、うんうん、
影響力をもう高めていくことに成功してましたからね、その直前は、うんうん、だからこの路線で行くのも行けると思ってたんですよ。そしたらドカンとやったんでね、あの非常にあの多くの非常に優れたロシア研究者は本当に驚いてますね。なるほど、ええ、いやしかし僕も身につまされますよね。僕も一回管理職やったことがあって、なんとなく上の人に都合の悪い情報って入れにくいんですよ、ええ、で入れにくいのがだんだん時間が経ってくると自分も反対の方を信じるようになっていくんですよね、うんうん、人間の心理って別にあの新聞社だからあの、まあ、失脚って失う足もないんですけど、別に何も殺されたりしないじゃないですか。別にあの会議で議論しても、うん、そうですね。でもなんかできなくなってくるんですよ。なるほどね。だからもともと別に私はその勇気のある人間じゃないんで、もともとあのなんていうか与党体質っていうかごまくすり体質ひどいんですけどちっちゃい頃からいやそれにしてもこれはおかしいなと思う時でも声を僕は上げないんですよ。で終わった後居酒屋とかであらおかしいなっていうもう典型的などうしようもない人間であるがゆえによくわかるんですよね、そういうのね。まあ、日本でもね、その官僚の忖度っていう話がありましたけど、うんあの佐川氏だって似たようなことだったと思うんですよ、うん、まさかあんな悲劇が起きると思わなかったと、うんうん、そうですね、だからそれを地球的な規模でやっちゃったってことですね。それがすごいですね、はい、プーチンっていうのはね、まあ、やっぱり罪深いですよね、正直。あの国営テレビのね、あの女性のディレクターが、大丈夫ですか、とりあえずなんか生存してるようですけど、罰金3万円だそうですよ。でもなんかちょっとほとぼり冷めた後、なんか突然あの姿を消したりするじゃないですか、ね、うん、いやそれは分かんないですけど、はいはい、でもあの逆にテレビのあれなので、はい、大きく話を大きくすると、うん、結局あの情報が広まっちゃう可能性があるから、ね、あんまり罰せられないじゃないですか。そうですね、なるほど、そうです、だから、うん、あまりにも広がって大きな問題でまた制裁とかいろいろいろな問題になると回り回ってやっぱり情報が漏れますからね。やっぱり彼らとしてのこうストーリーの中に落とし込みたいわけですから、そういう人間はもう徹底的にもう排除、うん、まあ、無視というか情報空間の中から、そうですね、無視ですね、外すということです、うん、だからあのもっとテレビ関係者はあのガンガン3万円手に握ってあのやったらいいんですよ。そうですね、まさにその通りですよ。いやあれなんかあの映像は私うん、まあ、皆さん見てるだけしてるんですけども、あの前にいるあの女性とか、はいはい、うん、あれなんか知ってたんじゃないか別に突然なんかうろたえてないですよね。知ってますよ、ここに T シャツにこれハートの、そうですよね、うんうん、それとかあとディレクターとかね、そういうカメラいるわけじゃないですか、うんうんうん、なんかすごいプーチン派だったらこう割って入るとか、うんうん、タックルするとか、うんうん、もう全然なかったですよね、うん、いやなかなかこれは今鋭いご指摘だと思いますね、うん、意外とね、だからね、いわゆるなんていうのかな、もう本当にいかれて洗脳された連中の集まりがプーチンロシアってわけじゃなくて、うん、やっぱりいろいろ忖度しながら流れ見ながらね、うん、本当は変だなと、やっぱりね、あのテレビ局のやっぱりああいう、まあ、エリート層っていうのはいろいろ情報取れますから。そうですよね、 CNN だって見てるはずですよね、やっぱり本当はおかしいとは思ってますよ、うん、思ってますから。だけどそれ言ったらまあまあ、自分がもう完全にエリートからもう反対性になっちゃいますからね、うん、そうですね、要するに自分との立場とのちょっと兼ね合いですよね、そうですよ、だからそのあの時のキャスターという有名なキャスターなんですよ、あの人非常に有名なキャスター、あの前にいらっしゃる、もう前から出ているね、うん、人なんですけども、うん、まああんまり驚いてる様子もなかったというのを見ると、知ってた可能性は、知ってた可能性は否定できませんね、あれだって白い T シャツに多分赤いマジックかなんかで大きくハート絵を描いてるんですよ、うんうん、私の気持ちよってことなんじゃないですかね。あ、すごい、なるほど、ちょっと今初めて知りました、ちょっと感動しました、感動しました、テレビの人もやりますねいや僕なんかああいうちょっとあれあのアイアムノットアベとか言った人ありましたね。僕あの後あのテレビ朝日にちょっと結構知り合い、まあ内田さんほどじゃないけど知り合いがいるんで一杯飲んだら本当に知らなかったって、本当にあれが参ったって言ってましたけどあれはいや別にあの日本だから命がけでやったわけじゃないですけども、そうですね、でもああいうのってでも結構あのロシア人もやっぱり結構分かってきた方が分かってるんだなっていう感じがしましたよね、うん、
まあ、ただ凄まじいですよね。あの、なんですか、記者が6人ぐらい殺されてる新聞社とかあるじゃないですか。ありますよ、ね、でなんかノビチョクですか、うん、はいはい、なんか、ね、外国でもそういうのが使われたりする、そういう恐怖がまず前提にあって、うん、その上で言論の自由を発揮しようとするのも本当に命がけですよね。そうなんですよ。それ考えるとね、うん、もう本当に私なんか情けないですよ、経済部でね。本当にやっぱり軍事的な敗北っていうかね、うん、仮にその表面的にキエフが仮に占領されたとしても、うん、ロシア軍が勝ったって大騒ぎしたとしても、もう多分ボロボロでしょ。いや、もちろんボロボロですね、うん、もちろんボロボロで、もう軍も含めて戦死者どんどん増え、うん、要するに点だけを、例えばね、点だけしか、まあ抑えてないわけですから、うん、でその後移動していろんなところで、まあ、まあ、統治をしなきゃいけない、ね、統治はできませんね。もう要するにヘルソンもそうですけども、まあ、うん、変な、要するによくわからんような市長を、まあ、つけましたけども、うん、要するに誰も市民がその正当性を認めませんから、そりゃそうですよ、機能しないですよ、統治できないです。だから、そういう点で言ったら、もう傀儡政権樹立なんてことはもうまず不可能だと思いますね。不可能だと思います。ここまで、やると、やっぱそれは、うん、やはりその共産圏時代のチェコじゃないですからね、うん、チェコとかポーランドではないですから。そうですよね、あの時はもう完全な傀儡体制というのが出来上がってましたから、うん、それは相当相当なその緻密な計算に基づいてした準備とかいろいろ必要ですが、これが今もうウクライナはおそらくほぼ全員でしょうね、これね。本当に何人かいるかわからないですけどもね、4000万人がみんな反ロシアでね、反プーチンでやってますから、うん、だからちょっとこれ、本当はですね、簡単に占領統治、まあ、やろうとしてたようなんですよ。国家親衛隊っていうのを入れて、うん、国内の治安に当たる部隊ですね、うん、それでまあ抑え込んでって、ね、と思ったら、もうそこの連中もかなり死んでるし、うん、もう到底ちょっと無理じゃないかなっていうところじゃないでしょうかね、やっぱり、うん、私昨日ね、愛知県立大っていうところのお招きで、ちょっとこういうデモクラ的なちょっとリモートで講演会みたいにやったんですよ、はい、まあ、経済の話だった。でやっぱり皆さんの関心はやっぱウクライナにあって、うん、最後に私専門家でも何でもないのに、うん、ウクライナ対ロシア、ウクライナが絶対勝ちますって何の根拠もなく言って、なんか番組終わったらどうしてですかって根拠なく言ってしまったんです。結構当たってるかもしれませんよね、うん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 、その勝ち負けっていうのはその表面的なこととちょっと違うかもしれませんけど、ね、ただ最終的にね、うんうん、私あれコサックなんですか、彼らって。コサック精神ですよ、うん、あ、そういうふうに。なんか橋本徹さんでしたっけ、うん、テレビでやっぱり血が流れるのは、まあ、よろしくないから一旦引いて、要するに降伏したらどうかみたいなことをおっしゃったと思うんですけど、そんなことありえないですよね。それはね、最もなんていうんですかね、その、うん、良くない結果を招く、なるほど、シナリオですね、うん、それやった途端に、はい、もう、うん、ロシア側の方はそこで既成事実で、はい、もう統治されてるというそこでもう、そうですね、ウクライナ人がそこにいないんですから、はい、だからもうそこでできてしまうんですよね、既成事実、国際社会に対しても、うん、ところがウクライナ人がもう抵抗してると、徹底的に抵抗していた場合はもうロシアの正当性がいつまで経っても生まれないですよね。で、逆にこれほどまでにこう激烈に抵抗して損害を出しているからこそ、うん、プーチンらが真剣に停戦交渉を行おうというふうな方向になってるんですよね、うんうん、だからこれは非常に重要なことなんです、うん、ただ、まあ、そうは言っても毎日赤ちゃんが死に、お年寄りも死にますよね、うん、あの人たち覚悟決めてますよね、逃げない人たちって、うん、すごい、でもガッツや根性だけでは済まされない、うん、やっぱり人道的なね問題もあると思うんですけども、要するにこのまま血が流れ、どこまで流れるのかっていうのは若干なんか恐ろしい気もしますよね、うんうんうん、まあそうですね、うん、そのどうもね、それでさすがにロシア側の方も今落としどころをね、その模索している今段階に徐々になりつつあって、一部もうリーク報道でね、そのファイナンシャルタイムズ等で出てますよね。まあウクライナはまあ
透明に NATO 加盟できないんで、まあ、そこら辺の文言どうですけど、一応こう中立のような方向で譲歩すると、うんうん、でその代わり欧米各国がウクライナのこう主権をちゃんと保護していき、うん、でウクライナの国家のこう、まあ、クリミアと東部の2つが問題ですが、他の地域からは撤退するというふうなね、うん、ところも含めて今交渉をやっているようですね、うん、だからちょっと徹底してここでこれをそれでもキエフを完全に陥落させようとするかどうかですけどね、うん、それだとプーチンの負けってことですよね、うん、事実上のプーチンは勝ったという形にならないとやめない、だからやはりね、プーチンとしたらそのいわゆるその彼らはそのウクライナ政権のことをネオナチ政権と言ってますから、だから徹底して彼らのこの軍事力をこう削いでですね、ほとんど無化して、それからそのウクライナの体制ももう非常に弱い体制になったということを国民に説明できればいいです。なるほど、だからそのちょっと難しいですよね。でも難しいですね、落としどころがね。相変わらずですか、大祖国戦争の続きみたいなイデオロギーなんですかね。全くその通りです。まさにこのあれです、このZ運動っていうのを今ね、うん、やっていて、これゲオルギーのリボンっていうんですけど、戦勝を記念するこう絶対化するシンボルなんですよ、このシンボルがね、うん、これを皆さんこれでつけてですね、でこう戦意高揚させようとやってるわけです。もうナチスそのままみたいなことやってますけどね。なかなか根深いです、ですから、うん、ちょっとなんかあの、はい、込みようがないぐらいのなんか悲惨なあの最後、ね、私あの家のリビングにちょうど、あの食事を取るところの上の壁にですね、有名なウクライナの詩人のシェフチェンコというのね、抵抗の詩人のあの似顔絵が立派な絵なんですけど、飾ってありましたね。つい最近まで実はあのウクライナの方にいただいたんですけども、ちょっと誰かが知らなかったんですよ。妻がアプリでこう調べてこうやってこう打つ、何でもかんこれはすごい人だっていう抵抗詩人だっていうことが分かりまして、あの食事朝晩ですね、こう祈ってこうやればいいですよね。こう私はあの YouTube でですね、時々あのキエフ市長クリチコさん の試合を、はいはい、もうあのヘビー級のボクサーですね。もう世界最高のヘビー級ボクサー、そうですね。そうですね。よく見てます。なんか本当にウクライナ好きになりましたよね。ウクライナ好きになった方多いですね。今ね、そうですよね。そうですね。親しみを湧いてる、ね、人多いじゃないでしょうか。そうですね。そうなってきましたね。まあゼレンスキーさんもなかなか巧みで、ただのお笑い芸人だっていう噂ですけど全然違いますよね。大化けしましたね。大化けです。大化けです。僕なんか、まあ、あの志村けんさんみたいな歌だと思ってたんですけど、もう全然そう、いや、まあ、志村さんだってもし政治家になったらするのかもしれませんけども、まあ、はい、そんな感じで、あの、ね、ウクライナ頑張れということで、締めたいと。ありがとうございます。で、富田さんですね、来月はどういうふうになってるのか。あの、本当に新しい戦争が起きなければ、またこの紛争が終わってればと、そうですね、心から、はい、お祈りしております。ちょっともうちょっとね、お聞きしたことにいろいろあったんでね。また再度ご登場、続いてればお願いする。はいはい、続いてれば。それ軽々しく言うことじゃないですけども。はい、あのお願いする可能性が極めて高いので、はい、あの準備をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ということで、ありがとうございました。